約マイナス3 8百9 9 3年の MAX で展示される約マイナス 38M 約マイナス38は旧ソ連のヤコブレフ設計局で開発された垂直離着陸機。軽襲撃機として運用された。北大西洋条約機構が使用した NATO コードネームではまがいものという意味のフォージャーと呼ばれた。やや先行して開発された。 イギリスのフォーカーシドレイハリアーと類似した能力を持つが、ハリアーが陸上での運用を前提に開発され、後に環状基盤のシーハリアーが派生したのに対して、約マイナス38は当初から環状機として開発されており、世界初の環状部位エストール機となっている。主な派生型としては、 原型試験機の約マイナス 36M、複36雑練習機型の約マイナス 38U、短座改良型の約マイナス 38M があった。1967年夏、旧ソ連海軍総司令官、セルゲイ・ゴルシコフ原水は、試作部イトール機である約マイナス36の性能に感銘を受け、 当時、建造が計画されていた1123.3型対戦巡洋艦への搭載を指示した。12月、ソ連政府は約マイナス36を原型とした、軽襲撃機として約マイナス38を設計するよう、ヤコブレフ設計局に要請した。また1968年9月2日には、 航空運用能力が不足と考えられた1123.3型の建造は中止され、代わって、より大型で強力な航空運用能力を備えた1143型対戦巡洋艦の建造が指示された。まず原型試験機として約、約マイナス 36M が開発され、1969年1月、海軍総司令官と空軍総司令官は、 約マイナス 36M の作戦、技術規則を承認した。1970年3月に技術案が承認され、その翌月には早速初号機が完成、数ヶ月後には2.3番機も完成して、各種試験が進められた。この試験に供するため、ヘリコプター巡洋艦、モスクワのヘリコプター艦板は、耐熱後半に乾燥され、 さらにその上に、秋マイナス 9F 耐熱材を設置した特別発着プラットフォームが設けられた。1972年11月18日、デクスバフの操縦する約マイナス36 m が、同艦に初めて着艦し、ソ連海軍艦上機の誕生日として記録された。1973年、ソ連政府は、 約マイナス 36M を1143型、渋滞戦巡洋艦の搭載機、約マイナス38系襲撃機として生産するよう、指令した。約マイナス 36M の作戦、技術規則において、同機は、仮想的の艦艇や地上目標、長距離レーダー偵察機、輸送機、紹戒ヘリコプターを破壊する、V、エストール系襲撃機として規定されていた。 V トール時の排気の流れ本機は、推進用の主エンジンとは別に2機の立証用エンジンを搭載して、垂直離着陸を行う方式を採用した。垂直離着陸時には、リフトエンジンの吸入用のエンジントビラとダクトカバーが開き、全部荷重を、リフトエンジンが、後部荷重を、回転式の排気ノズルにより水力変更した、主エンジンがそれぞれ負担して、 機体のローリングの制御は、エンジンの圧縮機で作られた、高圧空気の一部が抽出された後、空気配管を介して、主翼両端に装備されたロール制御バルブで制御され、機体のヨーイングの制御は、同じくエンジンの圧縮機で作られた、高圧空気の一部が抽出された後、空気配管を介して、機体後部に装備された、要制御バルブで制御される方式としている。 ハリアーのロールスロイスペガサスでは前、後部変更ノズルが共に、主エンジンのパワーに頼るのに対し、本方式の場合は水平飛行時には、リフトエンジンは完全なデッドウェイトになることから、燃料や、並走の搭載量で不利となる。また、短距離発進を行う場合には、ペガサスの場合は、単純に、ノズルの角度を変更すれば良いのに対し、本方式の場合は、 ノズルの角度を変えるだけでなく、主エンジンとリフトエンジンの出力を微調整していく必要があることから、技術的な難度が非常に高くなるという問題もあった。このため、本機は当初は STO を行わない純粋な V トール機として運用されていた。技術的難度克服のため、クリミア半島にあった黒海艦隊の先飛行場において、 精力的に STO 技術の開発が行われた。出力の微調整を手動で行うことは非現実的であり、スロットル操作だけで適切な水力とノズル角度をコントロールする装置の開発が試行された。コンピュータが未発達の当時、これは技術的には非常な冒険であったものの、1978年12月13日より、 実際のエストールでの試験が開始され、1979年1月9日までに27回のテストを行った後、ミンスクでの環状試験に移行した。同年に同館が極東に開港された際に行われた565回、300時間の飛行のうち、120回は STO による発艦であったと記録されている。またこの航海の途上で、低移地域の高温、 高湿度環境では、特に離床用エンジンの性能低下が顕著であることが判明し、STO 技術の開発が急務であると考えられ、さらに技術開発が進められた。この結果、当初 V トール運用時には、ペイロード 750kg 搭載で、航続距離 185km であったものが、短距離離間、垂直着間運用とすることで、 2トンを搭載して4 0 0トル1トンに減らせば6 0 0トルにまで延伸された。本機の機体構造の特徴は、実用機としては、世界で初めてアルミリチウム合金を大規模採用している点にある。本機で採用されたのは01420と呼ばれる材料で主翼の上面外半や胴体に採用された。油圧システムとしては、メイン、アクチュエータ。 バックアップの3系統に分離されている。メインは補助翼、昇降打、主翼降りたたみに、アクチュエータは降着装置や高揚力装置などに用いられ、バックアップはメイン故障時に使用される。作動液としては、メインでは通常の油圧作動油を使う一方で、アクチュエータとバックアップではジェット燃料が用いられるという非常にユニークな手法が、 採用された。これは燃料の方が油圧作動油よりも比重が小さく軽量化につながると期待しての措置であったが実際の重量削減効果はわずかなものであったと考えられており後継の約 -141 では全系統が通常の油圧作動油を用いるように変更されているソ連発の実用部位エストール機にして初の環状機であったことから 自己損耗が多発したが、皮肉にも、このような事態が緊急脱出時の射出座席の、性能を上げることとなり、原型機のキャマイナス 1M に変えて、量産機では高性能の K 36、射出座席が搭載された。本機で採用された K、K 36VM においては、V トールモードの際に、ピッチと用の変化率が、規定値を超えた場合、 パイロットの操作に関係なく、自動的に射出座席が作動するよう設定されている。これは、低高度で V トールモードを使用中に故障が生じた。場合にはパイロットがこれに対応できる、時間的余裕が乏しいことから採用された措置であった。計36機が様々な事故で失われたが、うち31機で、パイロットが生還している。 本機は基本的に昼間攻撃機であり、レーダー下機管制システムはもちろん即興レーダーも備えていない。標準装置としては、光学式の ASP PFD-21 を備えているが、これは MIG-21PF で搭載されたものと同型である。並走は両翼か4箇所のハードポイントに搭載される。固定武装は持たず、 1980年から、胴体仮面に装着するビスプーマイナス36、ガンポッドの試験が開始されたものの、装備化の決定は1989年まで遅れたことから、実際には、ハードポイントに釣り下するためのアップックマイナス23から250ガンポッドが用いられることが多かった。ハードポイントに搭載される兵装としては、 赤外線ホーミング誘導の R-60、短距離空対空ミサイルと KH-23、無線指令誘導型空対地ミサイル、S-5 ロケット弾、FAB-100、FAB-500 無誘導爆弾を運用できた。のぼろシースク艦上の約 -38、約 -38M、38約 -38U1974 年より、 サラトフ航空機製造工場で量産機の製造が開始され、1975年5月18日には約、約マイナス36エムが、キエフに初着艦を記録。10月24日、先飛行場にて、マトコフスキー大佐を連隊長として、ソ連海軍初の艦上飛行連隊が編成された。1977年、 約マイナス38は1143型の搭載機として正式に海軍に引き渡された。1989年までに派生型各種を含めて計231機が製造された。総飛行時間は29,425時間であった。並走搭載量と航続性能の不足は計襲撃機である約マイナス38にとっては問題であった。 実際、ソ連のアフガニスタン侵攻に伴い、陸軍の要請を受けて、1980年に数機が同地に派遣されて、対地攻撃任務に投入されたものの、肝心の対地攻撃能力が、システム、並走両面で不足しておりほとんど役に立たなかった。結局、この任務のために、特別の明細を施した若干機数が、 試験的に投入されただけで、約マイナス38の実戦運用は終了した。V トール機の応援者であったドミトリー・ウスチノフ、国防省が1984年に死去、ゴルシュコフ総司令官が1985年に総司令官を退任すると、海軍は V トール機への興味を急速に失っていった。1991年には、予備役編入され、 1992年には、除籍された。母艦とされていた1143型、重航空巡洋艦も1993年までに4隻、中3隻が退役、残る、爆雨も短期間のみ、ヘリ空母として活動した後、ミッグ -29 系を運用するストバー、空母として、海藻の上で、インド海軍に売却され、ビクラマーディティアとして収益している。 成功策とは言えなかった約マイナス38であったが、その開発経験は、次なる、V トール機の開発に大いに生かされた。しかし、後継機としてはるかに、高性能の超音速 V トール戦闘機約マイナス141が、設計、製造された時にはソ連が崩壊し、その生産は行われなかった。約マイナス141のために開発された。 水力変更ノズルなどのノウハウはアメリカに売却された。約マイナス38は当初約マイナス 36M として開発されていたためか、冷戦期の西側諸国では約、約マイナス36として約、約マイナス38の姿が描かれることが多かった。出展、イエフィムゴードン、ヤカブレブ約マイナス36。 約マイナス三十八アンド約マイナス四十一ザ・ソビエト、ジャンプジェッツ、ミッドランド・パブリッシング、二千八年。ISBN 九百七十八から一から八五七八ゼロ二八七ゼロパリア東部アンドレーヴイソ連、ロシア空母建造費は、世界の感染第六百三十九号、解入者。 2005年3月、154から161ページ、0度400億660万7578。初原動力、R27V から300ターボジェットエンジン、6100kg フォース1性能武装冷戦機のため、国内での東側機のスケールモデル単体での模型化による発売例は非常に少なく、国内メーカーによる模型化としては、 前述のエリア88シリーズでの模型化に加え、後年につく田から1、72スケールのプラモデルも発売されていた。また、キエフ級系列艦のプラモデルに同スケールの約マイナス38数機が関西機パーツとして付属している例が多い。ありがとうございます。